定点カメラだと大丈夫なんだけど、うん、しょうがないよね、いいよね。じゃあ今日の今日心霊をするメンバーをご紹介したいと思います。キャス主さんです。自己紹介をよろしくお願いします。こんばんは。インターネット、ツイッター、キャスティングで配信してます。ユナンポンって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あとはでっかいお化けが一体います。全然聞こえない？うん。よろしくお願いします。なんか、ロハコさん曰く、10段階中、10点満点に怖いところらしいですよ、今日。みんな知ってる？所沢の。所沢の桜木神社っていうところなんだけど、聞いたことある？結構有名なところらしいんだけど。寒い、めっちゃ寒い今日。所沢地元だ。でも聞いたことない。どの辺？いや、桜木神社って、なんて言うんだろう。霊園があるところで、なんだろう。フールスト所沢？うん。今日何時ぐらいまでやるかわかんないわ。多分2時間しか電車が持たないから、2時間ぐらいだと思ってください。うん。マイクの音はちゃんと拾ってる？音でかいとかあったら言って。音でかいとか。映像はこれで安定だね。うん。てるてるさんこんばんは。今日心霊配信です。仮想すぎるね。まあしょうがないでしょ。それは。うん。あんまその辺テンション下がるんで突っ込まないでください。心霊好き？みんな。うん。俺心霊あんまやりたくないんだよね。この前のこともあったし。400リツイートいった、怖い動画あったじゃん。あれのすぐ後だから、ちょっと心霊控えようと思ってたんだけど、なぜかロハコさんのテンションがガチ上がりですね。車ですけど、何分くらいかかったんだろうな。40分くらいかな、新宿から。わかんない、50分とか。4、50分かかったイメージだけど。あ、これ荷物、ロハコさんこれ荷物見てもらってていい？トランク入れる？うん。わかった？下洗いっていうところ？うん。よいしょ。じゃあ、行ってきますよ。車映らないっていうのは、こっちが映せってことか。そうだね。オッケー。じゃあ、ライトを借りていいですか？うん。ライトは。あ、じゃあ借ります。じゃあ、ロハコさんちょっと映ってください。さっき PTPT だったらしいんで。どうもー皆さん、和道さんがね、今日はどんなことをね、起こしてくれるか楽しみですね。どうやってつけるの？そこにある。んこれそれこれ、おー2点滅させちゃダメだけど。ん3段階ある。あ、3段階あるの、うん、これか。うん、無駄に使わないようにね、途中でなくなっちゃうよ、電池が。うん、いけ。朝青龍の親戚ではありません。やめてください。じゃあ行きますよ。こっち側見せながら行ってください。こっち側で、じゃあ行きましょう。この本質の通りなので。本質の通り。忘れないように。うん、オッケー。ここの一軒家過ぎたら道があるので。で、左回りね。左回りで。うん。この道に出てきて、うん。広告ありがとうございます。霊感俺はないです。ないことにしましょう。そっち映してあげて。こっち側を映すの。じゃあ行きまーす。こっち側が、はい、わかりました。じゃ、行きまーす。なんか、なんか映ったりしたらすぐ教えてね。俺怖いから。なんか映ったとかすぐ教えてください。ロハコさんと、なんだっけ。キャス主さんです。おはこさんとキャス主さんですね。超怖いんだけど。俺の顔映ってるのと、外映ってるのどっちがいい？心霊配信はなるべく前を映した方がいい。大手の配信者よく見るけど、OK。
ナイス。1位ありがとうございます。こんな感じですね。ワイプいる？ワイプいる？ワイプつけようか。よいしょ。ウェブカメ。ワイプつけまーす。あれ？ワイプが全然効いてないね。ワイプ入れますね。ワイプこれくらいでいいですか？こんな感じでいけますか。右下がいい。こんな感じで OK だったら教えてください。OK。で、いきます。いや、怖いんだけど、マジで。すげえ怖え。音とか変なのになったらすぐ教えてよ。もう心霊行きたくないって言ってんのにさ。いや、結構怖いよ。あ、こっち側歩道あるからこっち側入ります。あ！あ、こっち入れないのか。周りに人はいないですね。周りに人はいません、今のところ。見かけないですね。どうなんだろうね。ワイプ側に映ることあるのかな？ワイプいらなかったら切ってもいいけど、そこが怖いの。あ、とりあえずゆっくり回りましょう。結構有名なところらしいっすよ。いや、今はメインのところ入ってるけど、こっち側行きますからね。この辺入りますよ、うん。ワイプあった方がいい。寒いめちゃめちゃ今日。こういうところ入る。警告。うん、これ。あ、ここ入るみたいですね。じゃ、ここ、超怖くね？いや、超怖いんだけど。やめない？やばくない？これ街灯ないじゃん。やばくない？どう思う？入る？いや、これ怖いっしょ。めっちゃ怖いんだけど。入りますよ。心霊っつってもさ、ワイプ、俺の顔映んないから消してもいい？ワイプ。消すよ、ワイプ。ライトを向こう側にすると俺の顔見えないからワイプ消すね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。